ビラル発サには、フランス生まれの歌手、ユーチューバー、ユーロビジョンソングコンテストの2019年大会に、フランス代表として出場することが決まった。1999年、モロッコのカサブランカ出身の両親のもとに生まれる。母親はフランスに帰化し、父親はシンガポールに住んでいる。1995年に生まれた兄がいる。2015年、フランス版、 ザ・ボイス・キッズに参加。コンチータブルストのライズ・ライク・エイ・フェニックスを歌った。2018年12月、2019年に行われるユーロビジョン・ソング・コンテストのフランス代表を決める国内予選に参加。2018年大会に出場した音楽デュオ・マダム・ムッシュラが書き下ろした楽曲、ロア・オータイ、優勝。2019年大会への出場が決定した。 2017年6月23日、パリプライドに行く前日に、ソーシャルネットワーキングサービス上で、同性愛者であることを公表した。2018年、雑誌、テイツ氏による、フランスを動かす30の LGBT たちに選出。若い LGBT たちのアイコンと評された。ありがとうございます。